今回はおしゃれが苦手な方でも大人っぽく様になりやすいダウンジャケット、そしてそのコーデの作り方をお伝えしていこうと思います。これからですね、寒い冬に入って防寒性とか保温性に優れたダウンジャケットってものすごく強い味方になりますよね。だけどもなんだか合わせづらい、やぼったい、そんな風に思ったことはありませんか？そこでおすすめなのがこちらのダウンジャケットになります。こちらを使ってね、紹介していこうと思うんですけれども、ダウンジャケットは基本的にはカジュアルなアイテムになります。大人っぽくかっこいい印象に見られるためには、そのカジュアル感をいかに抑えるかが重要となってきます。そのポイントを3つご紹介しようと思います。1つ目のポイントとしては、まずは色選びですね。今僕が持ってるのがブラックとチャコールになるんですけれども、この2つがまずはおすすめとなります。なぜかというと、色の中でもモノトーンカラーっていうのは最もですね、大人っぽく見られやすいので、まずはこういったカジュアルなアウターの場合は黒、もしくはこういったチャコール、もしくはグレーといった中から選んでみましょう。2つ目のポイントは素材感になります。こちらのジャケットはマットな質感になってまして、よくダウンジャケットであるようなツヤっとした素材感に比べると、これまた大人っぽく見せやすいものになります。光沢感のあるジャケットでも着こなせないことはないんですけれども、慣れてない方はまずはこういったマットな素材感を選ぶことをお勧めします。ちなみにですね、こちらよく見るとヘリンボーン柄になっていまして、さりげなくこじゃれた印象に見せることができます。3つ目のポイントがシルエットですね。ダウンジャケットってね、中にダウンとかフェザーとかが入っているので、とてもモコモコしやすいんですけれども、こちらは押さえてありますので、比較的スマートな印象に見せることができます。次にコーデの作り方をお伝えしていきましょう。はい、それではコーデも3つを紹介しましょう。まず1つ目がこちらのチャコールカラーのジャケットを使ったコーディネート。ポイントとしてはこういった上下細身のアイラインシルエットを作ることです。2つ目のコーディネートは、ブラックのジャケットですね。今回もアイラインシルエットでコーディネートを組んだんですけれども、パンツに関しては、テーパードパンツを使っております。こういったね、シルエットさえ作ってしまえば有彩色であっても、子供っぽい印象にはなりません。ただコツとしては、なるべく足元の靴とか、バッグとか黒い小物を合わせて大人っぽい印象に近づけることをお勧めします。3つ目のコーディネートがデニムパンツを合わせたコーディネート。先ほどのカーキのパンツよりよりカジュアル感が強いパンツになります。こういった場合はですね、足元で黒いものを入れるのも効果的なんですが、こういったインナーに綺麗めなものを合わせるのもおすすめです。シャツ1枚だとちょっと寒いと感じた場合は、首周りにスヌードやあとマフラー、ストールなどを巻くのもおすすめ。もしくは場合によってはね、こういったジップを締めたコーディネートもおすすめです。特にジップを締めた場合はこういった形で首周りにボリューム感が生まれます。こういった首周りにボリュームを持たせることで小顔効果も発揮するので、こういった活用方法もおすすめになります。紹介したこちらのダウンジャケットに関しては概要欄の URL から D コレクションのサイトへ飛んでご覧ください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画になります。ぜひご覧ください。